前の職場のタイムカードの機械が壊れてた。何度直しても時間が約15から20分進んでしまう。始業が9時からで、私はだいたい8時50分には会社に来てタイムカードを押してたんだけど、時計がずれてるから印字されるのは9時5分とか9時10分になる。職場の人に相談しても、それ壊れてるのよね。給料はきちんと出るから大丈夫って言われてたから気にしなかった。タイムカードが必要なのは少数のパート参加、使用期間中の3ヶ月間だけで正社員になったら、月給プラスみなし残業だからタイムカード自体をあんまり大事にしてなかったっぽい。勤んで使用期間が終わって上司と面談したんだけど、その時言われたことが衝撃だった。上司、私さんのタイムカードを見るといつも遅刻してるみたいだよね。私、タイムカードの機械が壊れてるので時間がずれてます。毎日始業時間前に来てます。上司、でもさ、他のパートさんはタイムカードの時間が9時前になってんのよ。8時59分とかね。だからさ、あなたも印字される時刻が9時を過ぎる前に来たらどうなの。私が今よりもっと早くらいって話ですか。上司、そう。今のあなたのタイムカードを見ると不真面目にしか見えないし、タイムカードのせいにするんじゃなくてさ、やる気を見せてほしいっていうかさ、こんなこと言われてげんなりした。そもそも、タイムカード自体を直すなり買い替えるなりすればいいだけでしょ。なんで壊れた機械に合わせて、私が早く来なきゃいかんのだ。面談後は、正社員になって、タイムカード自体が不要になったからよかったけど、これ以外にも、すさんなところが多くて、結局半年くらいで辞めた。出すって言ってたボーナスが出なかったり、このご時世だから多少腑に落ちなくても正社員になったけどそうじゃないなら面談の時点で絶対断ってた。人の入れ替わりが激しくて3ヶ月で10人くらい辞めてたけど、何か納得したわ。給料はちゃんともらえてたからマシだろうけど、上司の主張は今でも理解できん。